アマチュアボクシングでノックアウトされた選手。ノックアウトはボクシングや格闘技で相手をノックダウン状態にしたままによって発生する勝利のことである。通称、コ。ボクシングやキックボクシングなどの試合ではノックダウンを宣告されてからリフェリーが10秒数え終える前に立ち上がってファイティングポーズを取れない場合にノックアウトが宣告され試合が終了させられる。 これを10カウント制という、ダウン以外にもラウンド開始後に10カウントを数えて、選手が試合に入らない場合には、異なる。カルロス・モンソンに、ホセ・ナポレスが挑んだミドル級タイトルマッチでは7、R 開始のゴング後に、ナポレスがダメージ蓄積で試合に入れず、個が宣告された。ただし、近年は、選手のダメージが大きい場合、10秒数え終える前に、リフェリーが個を宣告し、 試合終了を宣言する場合が多い。これは安全性の観点からダメージが大きい場合は即座に試合を止めるという風潮があるからである。そのため、レフェリーはダウンを宣告すると選手の状態を確認する。10秒以内に立ち上がってファイティングポーズを取れたとしても選手の負ったダメージが大きすぎると判断した場合、こう宣告し試合を止める。また、 規定の回数以上ダウンを宣告されると、自動的に小負けを宣告されるルールを採用する団体もある。例えば、ボクシングの世界王座認定団体の世界ボクシング、また、世界ボクシング協議会、国際ボクシング連盟、世界ボクシング機構、アメリカのボクシングは、ダウンの回数は気にせず、ダウンした選手のダメージ量を見て、小負けにするか続行させるかを判断する。 フリーノックダウン制を採用している。K1 の場合は、ワンマッチにおいては、3ノックダウン制を採用しているが、トーナメントでは2度のダウンで小負けとなる、2ノックダウン制を採用している。ただし、トーナメント決勝戦は、ワンマッチ同様、3ノックダウン制である。また、日本ボクシングコミッションでは2015年までは、3ノックダウン制を採用していたが、 2016年よりフリーノックダウン制に移行した。なお、団体やルールによっては、カウントを5秒に短縮する場合もある。リフェリーやドクターが試合を止めた場合、あるいはセコンドが危険の意思表示をした場合は、テクニカルノックアウトと呼ぶ。危険の意思表明は、一般的にタオル投入によりなされるが、w b g などタオル投入をルール上禁止し、他の手段での意思表明を必要 両者がノックダウンして、両者とも立ち上がれない場合は、ダブルノックアウトと呼び、引き分けとなる。相手の攻撃によって、リングの外に出された場合、レフェリーは20カウントを数え、それまでにリングに戻れなければ、ノックアウト負けとなる。これは、リングアウトと呼ぶ。なお、アマチュアボクシングでは、この他に、プロボクシングの TKO に相当するものとして、レフェリーストップコンテストがある。 RSC は選手がカウント内に立ち上がったもののダメージが甚大である。規定のダウン数を超えた。実力差が甚だしい。負傷によりレフェリー、またはドクターが試合続行不能と判断した。などの場合に適用される。特にレフェリーによって頭部へのダメージが大きいと判断された場合には RSC のバリエーションである RSCH が適用される。 コンピュータ採点を採用している試合では15点差がつくと RSC のバリエーションとしてスコが適用され総合格闘技でも小決着は存在するが倒れた相手に対する過激が認められるゆえそれが行われるかダウンした時点でレフェリーストップに至るため10カウントに入ることは滅多にないアマチュアの総合格闘技ではグラウンドパンチを禁止していることが多いため スタンドからの打撃によるダウンは、ボクシング同様にダウンカウント方式を採用している。プロレスにも10カウント制の小決着は一応、ルール上は存在するが、3カウント制のホール勝ちがあるため、普通レスラーはそちらを取りに行くので、通常の試合では、小決着は、ほとんど見られない。しかし、ロープブレイクなどの状態で倒れたままとなり、相手選手のホールがカウントされない場合、 ノックアウトのカウントが取られる場合がある。また、国際プロレスで行われていたカナアミデスマッチでは、10カウントことギブアップしか決着をつけなかったほか、アメリカのプロレス団体 WWE には、ホールもギブアップもなく、10カウント好みで試合を決する、ラストマンスタンディングマッチという形式の試合が、存在する。ありがとうございます。